乗り込んで、そして快適に運転することができるトランスポーターが LCV アスレチックツアラーコンセプト。ハイルーフ仕様により、ゆとりに満ち溢れた室内空間を実現。車窓ダウン機能と床下格納ワイドスロープにより、ご覧のように車椅子に乗ったまま登場することができます。そしてステアリングテレスコピックとシートクッションリフター、アクセントレッドに色分けされたループグリップが運転席へのスムーズな移動をアシストします。車椅子競技車両は荷室に分解することなくそのまま搭載することができるため、アスリートの負担を軽減します。そして競技車両をメンテナンスする際に活躍をするスライドトレーやストックタイヤ収納、工具類を収める脱着式ツールボックスを備えているので、競技に挑むアスリートをしっかりとサポートします。LCV アスレチックツバラーコンセプト。パーソナルモビリティの先駆者であるトヨタ車体が思い描く人と車と街、社会がボーダーレスに寄り添うカプセル、それがワンダーカプセルコンセプト。カーシェアリングやライドシェアリングが広がるワンダーカプセルコンセプトは、友人とのショッピングやペット、趣味の道具とのお出かけや、それから観光地で誰もが気軽に移動を楽しむことができる自動運転も可能な次世代のモビリティです。カーシェアリングやライドシェアリングが持つ機能性をミニマムサイズに詰め込み、必要な時に必要な場所に必要な移動を実現します。直立したフロントスクリーンとフロントにラゲッジを備えたユニークなキュービックシルエット、イージーアクセスドアを開け室内に目を移すと、そこにはフローティングをテーマにしたシートやインストルメントパネルにより軽やかさが演出されています。スペース効率を高めたパッケージングで、小さなボディに大人2人がパラレルに座れるスペースを実現しています。そしてこのように楽しさと驚きに満ち溢れた空間へと誘います。ポジションにより乗る人に合わせて自動で調整するとともに、目の前に広がるパノラミックビュースクリーンには観光情報などがリアルタイムで表示をされるので、初めてシェアリング利用をするよという方にも安心と楽しさをご提供していきます。ワンダーカプセルコンセプトはタイプデッキ、タイプカーゴのボディバリエーションを用意し、さまざまなユーザーニーズにお応えいたします。トヨタ車体、楽しみをもっと自由にモビリティを提供することで、未来のモビリティ社会をリードしていきたいと考えています。